はい、こんにちは、スプラートゥーンの梅ちゃんです。ってことで今日はペロちゃんに嬉しいとき OK? なんとですね、まあ動画見てくれてるペロちゃんのファンからペロちゃんにプレゼントを来ました。本当に、はい、本当に誰からのプレゼント？誰がプレゼント？本当に。じゃあ1個目、封筒から俺出しちゃったんですよね。オオカミ。待ってた。うん、これじゃあ書いた人紹介して。ゆうさん。うわー、ゆうさんから。すごい、これすごい。私ね、なんかめちゃめちゃファンです。これちょっと額に入れて、うん、宝物。ベルちゃん宝物、うん、宝物です。これなんかね、ゆうさんがねくれるって言ったからね。そうくれるって言ったから。本当に原本だよね。原画。めっちゃ嬉しい。アイリスとクラウド。2枚目を見せて。2枚目。2枚目ね。前ちょっと。前、ごめんよ。ごめん。これは前のいとこかも。天秤座だっけ。やばー。すごい。ゆうさん、本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しい。それ俺にんじゃだもん、それ。あ、そっか。これ、あ、二人にね。それ俺もらったんだよ。あ、そうなの。あ、そうか、マジ。それでも嬉しい。マヤの。マヤも見たいのね。まあ、見たいの。あとなんかもう手紙とか入ってる気がしていいのかな。手紙はじゃあ後で呼ぼう。後でね。うん、まあ、ゆうさんからの宝物です。さ、はい、くら、あ、見る？見て。なんだそれ。食いもんじゃねえし。ありがとう、本当にありがとう。そしてすごい。そしてもう一個来てます。ほう、本当だ、ベロニカ。じゃあ開けてください。ベロニカね、よう減って書いてない。いや、もうこれも完璧ベロちゃんで。本当ね。うん、開けていいよね。うん、なんでプレゼントくれたの？ちょっと待って、じゃあ名前言ってか聞いてみようか。うん、名前言ってもいいですか？みんな誰に言ってんの？ゆうさんからのはさ、何もらえるか知ってたじゃん。知ってた。これはもう知らないじゃん。知らなかった、全然。これも知らない、もうサプライズでしょ、本当に。何もらったの？なんかかっこいいの見た。いいのこれ。すごい。なに、俺は見てないけど。あー、すごい。知ってる？誰か知ってるよね。俺のお父さん？お父さんじゃないよ、若いし。俺のお父さん？うん、違う。なんとタタン。うわ、やえ、ちょ、やばくない？やばくない？え、いいのこれ。もらっていいのかな。ダメでしょ。え、見てこれ。ちょ、あれね、私の超大好きな、一番大好きなのはアビン。そう、なんか観光。え、今見て、今使ってる。なんか進撃。多分缶コーヒーの動画の時にベロがさ、ちょうだいちょうだいって言ったでしょ。あ、だからだからだよ。やばい、ごめん。え、で、アールミンだよ、見てる。あと、みんなさんもいる。なんかまだあるよ。マジ？もらっていいのかな、本当に。やばいね。見てる。やば。みんないるよ、見て。じゃん、エレン、エルヴィン、もちろん、アルミ。え、すごい。え、これ、どうすればいい？これもらっていいの？あとで送り返します。ありがとうって見せてくれて、ありがとうって。欲しいの？欲しい、もちろん欲しい。でも、まだ終わってないよ。え、まだあんの？え、なんで、私の誕生日ではないのに。あ、これ多分手紙です。かわいい。じゃあ、この後でじゃあ動画に載せないでね。誰かわかんない、それじゃあ。アルミに決まってるし。アルミに決まってる。マヤ、食べ物じゃないの。ダメだよ、マヤちゃん。アルミを食べないで。あ、超かっこいい、かわいいし。
ど綺麗じゃないよね。なんか今見せて本当は嘘。見るだけ。いい、すごい。まだ終わってない。嘘だ。本当だ。やば。エレンとミカさん。ちょっと大丈夫これ。どうしよう。ミカチキコーチさん、本当にありがとうございます。マイちゃんおいで。ありがとうって言って。でもなんかね、コツさん、まえ、コツさんとユウさんはね、まえちゃんが欲しいんだって。あ、その代わりに？その代わりにまえちゃんちょうだいだって。まえちゃんダメだよ。これプレゼントもらいました。これすごい。ユウさん、ミカツキコツさん、本当に嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあさくらちゃん、みんなにプレゼント？プレゼント。プレゼントでさくらちゃんあげるって。さくらちゃんバイバイ。何言ってんだよ。なんかこんなすごいものもらっていいのか分からないけど、ありがとう。中間でしてる。中間でしてる。ありがとう。これやばい。もうやばい。すごい。すごい。この額に入れて、まあ、全部宝物。OK。三日月コーチさんとユウさん、本当にありがとう。まあ、言葉がもう出ない。本当に何て言えばいいのか分からないけど、本当に幸せ。本当にありがとうございます。でもマヤちゃんはあげることはできません。え、マヤちゃん、なんで？え、マヤちゃんはかわいそう。いいじゃん、マヤちゃんあげれば。ダメだね、マヤちゃん。ダメダメ。まーちゃんバイバイ言って。ダメだね。バイバイまーちゃん。ありがとう、言ってありがとう。はい、ということで、まあ、皆さんコメントありがとうございます。コメントもしてください。じゃあまた。